はい、ナズです。今回紹介するのはレゴクリエイターエキスパートの盆栽10281です。部品の袋は6つでバーツ数は878個、そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。盆栽ということでめったにないセットですけど、これはよくできてますよね。ミニフィグと比べるとこれくらいの大きさになります。いかがでしょうか。結構大きいんですよね。存在感しっかりあるんじゃないかなと思います。サイズ感見ておきましょう。横幅が約19センチ、高さが約20センチで、奥行きも約20センチになってます。構成としては黒い鉢のところに、木が植えられてますよね。で、それが土台に乗ってるんですけど、鉢と土台はくっついてません。こんな感じで本当に乗っけてるだけですね。葉っぱですけど、このアングルから見ると結構ね、コンパクトにまとまってますよね。あのパッケージのアングルもこんな感じでした。でもこれこっちから見ると意外に広がってるんですよね。まあ仕方ないことですけど、アングルによってはちょっとねやっぱり不格好だなというところがありますんで、この辺がやっぱり一番なんかまとまってるかなというふうに思いますね。
ちなみに上から見るとこんな感じになります。上から見ると結構ね、枝ぶりとかがしっかり見えてくるかなという感じになってますね。でパッと見葉っぱたくさんついてるんで結構複雑な感じに見えると思うんですけど、実は全てこのパターンになってるんですよね。大きな葉っぱパーツに、小さな葉っぱが3つ、あと花パーツが1つついてるような形になりますね。これが全部で10セットついてます。で付き方も2種類あるんですよね。手前2つに関してはこうやって上下に動かすだけなんですけど、奥のやつはこれ上下に動かせるだけじゃなくて、これさらに1回転することができますんで、自分の好きな方向に向けることができるんですよね。さらにこの葉っぱ3つついてますけど、この3つのセットがついてるこの土台部分があるんですが、これ自体も枝からねこうやってくるくる回転させられるようになってます。なので結構自由にこう好きなアングルというかというのを決めることができるんですよね。はい、ちょっと分かりやすくまとめてみました。さっき説明したこの塊ですね、これが全部で3つあります。それぞれさっき説明したような動きをすることができますね。さらに真ん中のところに葉っぱが1つついてるような形になってます。でこのセットではこの盆栽らしい緑色の葉っぱを桜の花に置き換えられるようになってます。これ綺麗ですよね。ちなみにこの塊が全部で1、2、3個ついてて、さらに真ん中用に1つついてますんで、はい、こんな感じで全て置き換えられるようになってます。これむちゃくちゃ綺麗ですよね。葉っぱだけではなくてこの桜仕様に置き換えられるっていうところがやっぱりねすごくいいなと思いました。ただこの桜の花も気づいてらっしゃる方もいると思うんですけど、拡大するとこんな感じですね。先端に綺麗なね、濃いピンク色の花パーツがついてるのがわかると思うんですけど、それ以外の薄ピンクのパーツ、これ実はカエルパーツなんですよね。カエルの形をしてるのがわかるんじゃないかなと思います。これが枝にびっしりついてます。こんな感じですね。数にして全部で100個このカエルパーツがついてますんで、まあ、パーツ取りにはねすごくいいと思うんですけど、これね桜がとても綺麗なので、購入検討してる人でカエルが苦手な人がいらっしゃったらちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですよね。そこだけは注意した方がいいんじゃないかなと思いました。でこの桜もさっきの葉っぱパーツと一緒で結構ね複雑そうに見えるんですけど、この片側これが一単位になってて全てこれでできてます。これが枝パーツ一つに2つくっついてて、これが一セットですね。このセットがさっき塊と言ってましたけど、この塊の中に3セットくっついてます。なので、さっきのこのね葉っぱパーツもそうなんですけど、これ作ってる時はちょっと作業感が出てくるかなという感じですね。続いて幹、それから枝を見ていきましょう。まずは枝ですね。太いやつが3つありますよね。これなんですけど、よいしょ、こんな感じでテクニックパーツを使ってくっつけてますんで、くるくる回すことはできません。ただし、これ自体のこうやってね、方向を変えることはできますんで、これも自分の好きな方向に置き換えることができるんじゃないかなと思います。それから幹ですね。目につくのはやっぱりこのコードパーツですよね。これ盆栽って結構ねこうグリーッとねじれてますけど、そういうところを多分再現してるんじゃないかなと思います。これだけでそれを再現できてるっていうのがすごいなと思いました。あと構造的なところで幹がちょっと弱いかなという感じですね。花と葉っぱを入れ替える時、先端がテクニックパーツになってるんで結構ね力を入れて押さえないといけないんですけど、その時にこうやってねポキッとここが折れます。まあ何度も入れ替えたりとか、まあガチャガチャやってね遊ぶものではないと思いますんで、まあそうそう起こることではないと思うんですけど、ほぼ、入れ替える時に折れるような感じがしますんで、まあ、ここはちょっと残念かなと思いました。それとこの下の方なんですけど、これ真ん中のこの太い幹の両サイドにカパッとくっついてるような状態になってます。ということでこれ動かしてるとこうやってねカパッと外れるんですよね。でまあ外れたらつければいいんですけど、この周りのやつこれがあるんでなかなかこれがついてくれません。こんな感じでね、つけてもこう勝手にね、浮いてくるような状態になります。まあ、この辺をね動かした上でやらないといけないので、ちょっとやっぱりねめんどくさいなと思いました。それと前と後ろに根がついてます。これいいですよね。盆栽らしい根でぐーっとね、盛り上がってるところを再現してるんじゃないかなと思います。で前のところに関してはこれちょっとですけどこうやって角度を変えられるようになってます。これも嬉しいですよね。
それとさっきねちらっとお見せしましたけど、鉢の中なんですけど、こんな感じでドットパーツがたくさん入ってます。これカラーリングが4種類、それぞれが50個ずつありますんで、全部で200個のパーツがこの中に敷き詰められてるような感じになってます。これ面白いですよね。ちなみに説明書にはこうやってね、一つの袋に混ぜ合わせろと書いてあるんですよね。で、組み立てる時もこの袋を使ってこうさーっと入れると簡単でしたんで、組み立てシーンもそれで作ってますんで、興味ある方は見てみてください。はい、ということで、あれはコケパーツでいいんでしょうかね、全部取り出しました。中こんな感じになってます。で、この部分なんですけど、これはこんな風になってるんですよね、丸型のこのプレートパーツがよくあるパーツですね。これにくっついてます。で、普通だったらくるくる回るんですけど、このポッチパーツですね、これがついてるので回りません。ということで、これ取り外してみましょう。すると、戻すと、まあこれがねいいかどうかは別なんですけど、一応こうやってね動かすことができるようになります。で、下側足の部分なんですけど、これ分かりますでしょうか、タイヤを使ってるんですよね。そのゴムの部分が接地することで、動きにくくなってるということで、これはよくできてますよね。あと、この鉢ですけど、別に鉢として使わなくてもいいんじゃないかなと思います。小物入れとして使っても良さそうですし、例えばね、マリオのお風呂として使ってもいいかもしれません。これはなんかいろいろ使えそうですよね。続いて台座です。さっきも言いましたけど、鉢は乗せてるだけなので、上側にポッチは一切ありません。タイルブロックがしっかり使われてるのが分かるんじゃないかなと思います。すごく綺麗ですよね。足も結構こだわってますし、裏側こんな感じになってます。かなりのパーツ数を使ってるのが分かるんじゃないかなと思います。これも別に鉢を乗せなくてもいいですよね。なんか小物を乗せてもいいですし、さっきのマリオだったらこうやってね、昼寝とかのシーンに使ってもいいかもしれません。まあいろいろね、これも使えるんじゃないかなと思います。試してみてください。それから飾り方なんですけど、もちろんこのまま飾ってもいいと思うんですが、木のサイズがミニフィグにぴったりなんですよね。ということで、レゴらしく、例えばここにね、昼寝をしてたりとか、木の上で遊んでるとか、そんなシーンにしてもいいかもしれません。で、このまま玄関先とか床の間に置いてもいいんじゃないかなと思います。で、個人的に一番おすすめなのがこれですね、お花見です。今回の盆栽のセット、桜の木バージョンを2つ置いてます。で、真ん中には以前に紹介した桜の木の景品のセットがあるんですけど、それを置いてます。あとはご自身やお子さんの好きなミニフィグを並べてあげて、食べ物や飲み物、椅子やテーブルなどを置いてあげれば、かなりそれっぽく見えるんじゃないかなと思いますね。時期的にもすごくいいと思いますし、なかなか今こんな感じのお花見できないですよね。なので、レゴで楽しむのもいいんじゃないかなと思いました。ミニフィグに対してのこの木の大きさが本当にちょうどいいんですよね。なので、すごくおすすめの楽しみ方だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。盆栽として本当によくできてると思いますし、桜バージョンがついてるのはやっぱり嬉しいですよね。で、パーツ取りもできますし、まあこうやっていろんな遊び方もできると思いますんで、かなりおすすめのセットだなと思いました。このセットのパーツ数は878個です。以上、レゴクリエイターエキスパートの盆栽10281を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。